はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日もおすすめの漫画を紹介したいと思います。で、今日の戦果なんだけど、すごいよ本当。あのね、逆に今まで何でもってなかったって思われると思う。うん。これドン、じゃ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 ん、映ってるかな。メゾン一国の全巻、うんとね、巻数が見切れちゃってるかな、1から15巻までで、これ文庫サイズじゃない、もうあの何、正規のもともとのやつかな。なのでね、ちょっとあの黄ばみとかはあるんですけど、これね、安かった、2000円、すごくない？もう内容はね、言わずと知れた名作ラブストーリー、ラブコメだね。うん、これ2000円、ちょっと震えた。うん、今年一番の買い物かもしれない。言い過ぎだな。はい、というわけで今日の戦果は以上で、今日おすすめする漫画はこちらです。でってれーん、音盤機構です。これはどんなお話かというと、まあ短編集になってます。短編集っていうかオムニバス形式かな。うん。で、まあ話としては音盤ってあるようにね、まあレコードにはまつわるあれこれだったり、うん、音楽にまつわるだったり、うん、あやふやだね。とりあえず一番最初の話だけ追ってみようか。うんとね、この女の人が主人公で、ごめんね、名前は忘れたんだ。小読みさんだったかな？小読みさん、うん、確かね。で、レコード屋さんをやってます。で、こっちの女の子が、1話に出てくる、ゲストキャラって言えばいいのかな？うん。まあ、こっちの女の子のおじいちゃんが亡くなって、そのおじいちゃんの遺品であるレコードを整理したいよっていうところで、この小読みさんのお店にね、買い取り依頼をして、で出張買い取りに来てもらって、でそこで1枚のレコードを見つけて、そこからちょっと音楽と思い出をたどる旅っていうほどじゃないかもしれないけど、うん、旅に出る、そんなお話が一番最初に載ってます。それ以外にはね、ね、なんだろう、あれは外国の文化とかが認められてない国、なんか例えばあの昔の日本で言ったらね、ロックだとかそういうのを適正音楽だって、敵のね、うん、適正音楽だって言ってたような、そんな国のお話だったりで、そこでなんとかその海外のそういうロックとかポップスっていうレコードを手に入れたいっていう女の子のお話だったり、無作為にね、あのラジオで電波でなんだろう、音楽を鳴らし続ける、まあディスクジョッキーのお話だったり、いろいろなお話が入ってます。でどれもこれもレコードとか音楽っていうのが根本にあって、それにまつわるお話がたくさん載ってる、そんなお話です。で、音楽ってすごいですよね、唐突。まあ何がって思う方でも、みんなうんうんって多分思っていただけると思うんですよ。例えばね、本当昔自分が好きな音楽だったりとかを今聞くと、もうその時代の頃に戻りません？自分の感性っていうか、思い出がもうブワーって蘇るというか、私なんかも結構そういうの大きくて、で最近はちょっと変わってないんですけど、少し前とかはね、あの昔好きだったロックバンドとかでメタルだったりとか、そういうのをね CD 集めたりとか、うん、してて、ツイッターの方でね、私それたまにあの上げたりしてるんですけど、そういうのって素敵じゃないですか。うん、あやふやだね。でもいいんですよ、あの音楽なんてあのファジーですから、うん、曖昧だからね、人にとっては何の価値もないような音楽でも、
誰かにとってはもうかけがえのない思い出であったりとかするわけですよ。でもう100年200年前の音楽とかでも未だに人の心を揺すぶったりだとかね、そんな力が音楽にはあるっていうのをね、すごく漫画として聴覚じゃない視覚的に訴えてくる、そんな素敵なお話です。で音楽のさらにいいところはもうそういう時代を超えてとかもねもちろんあるし、で国も超えるし人種も超えちゃう。でこれはあんまり言わない方がいいのかな、言わないでおこう、うん。でも人種国を超えるっていう時点でねすごいと思いますね。本当になんかもう音楽は人類の共通言語じゃないですけど、音楽っていうねもう人類が発明したこの文化は本当国境を超えるし人種も超えるし、うん、いろんな人にいろんなところで愛される。いろんなところっていうのは場所だったり時代だったりね、うん、を問わず愛され続ける。すごいね、人間の三大発明って何だったっけ、お酒とタバコと音楽かい、違うよね。なんだっけ、でもお酒は入ってるんだっけ、忘れた、うん、なんか。でも音楽もね本当素晴らしい文化だと思います私。でまあ個人的にね昔バンドもやってたので音楽は本当好きなんですよ。そういう人にもすごい刺さると思う。で絵はね見ていただけた通りそんなにね流行りの絵柄じゃない、うん、流行りの絵柄何って言われたら難しいけど逆に、うん、でなんて言えばいいのかな、描写もねそんな派手派手したシーンとかはあんまりないですけど、それが逆になんとはない風景とかを如実に物語る、これは違う、間違ったこと言った。でも、うん、そう派手派手した演出がない代わりにでも静かに静かにでも深く心に刺さる、そんなね書き方をされてる、うん、と私は思う。音楽を聴くシーンだったりとかで、さっき今言ったね風景だったりっていうのがそんなね大それた装飾を施してるわけじゃないんだけど胸に響くというか、うん、そんなね素敵なでちょっと味のある魅力のある作品になってるのかなと思います。で冒頭に言ったようにね短編集みたいな形になってるので読みやすいと思います。一話完結型でとりあえずお話は進んでるので、これ一巻ってあるんですけど短編集みたいな感じで、うん、読んでいただけると思う。でそうこれをね言うとねすごいおじさん臭いんだけど、今のどうだろう、10代の子はもちろん多分知らないだろうし、20代の子でも知ってるかな。昔ねCD ってこんな今で言うまあ普通のシングルでも多分このサイズだよね、12センチかなあれ、じゃなくてこれぐらいの8センチで、なんだろうこのね短冊型みたいなね細長いジャケットに昔この8センチのシングルが入ってたんだよ。それがスタンダードだった。それをシングルって言ってみんな買ってたわけだよ。多分若い子は見たことないと思う。なんならだから今のサイズの12センチのやつのシングルはマキシシングルって多分これも懐かしいね、自分で言ってちょっと受けてるんだけど、マキシシングル、そうマキシシングルだよ。でわざわざ名前があったぐらい昔はアルバムはね昔から12センチだったんだけど、シングルって言ったらこれぐらい8センチのね円盤だったんだよ、うん。マキシシングル、ごめんなさいねちょっと自分で壺に入っちゃった。マキシシングル懐かしいな。そう、うん、いやそういうのが本当降ってくる、
音楽とともに、そんな素敵な作品、うん、だから何関係ない話をしてたわけじゃないよ今のは。というわけで今日のまとめじゃん。これはねもう本当ベタにもう言わせていただきます。音を楽しむで音楽、素晴らしいね、うん、音を楽しむ音楽、これはねまあ私バンドしてたって言ったんですけど、それもあってね、あの余計先輩とかにもねやっぱ言われたんですよ。バンドでねやっぱ難しい曲とかねやってると辛いんですよ、うん、なかなかうまく弾けなかったりね。でもそんな難しい顔して弾いとっちゃ、あの見とる人なんか余計にね面白くないぞっていうので、本当音を楽しめっていうのはすごく言われました。でお次、あなたの思い出の CD は何って書いたんですけど、まあ例えば思い出の CD だったりとか、一番最初に買った CD だったりとか。私の場合はね、思い出の CD って言われるとねパッと浮かばない、自分で言っといてあれですけどね、パッと浮かばないんだけど、一番最初に買ったのはね、これもパッと出ないね。でも多分ミスチルだったと思う。うん。ミスチルのなんだろう、イノセントワールドとか、その辺かな、を初めて買った。で、さっき言ったね、この8センチ型、で、短冊型のね、ジャケット。すごく懐かしい。あれは、うん。おじさん丸出しだね、今回。うん。はい。あ、そんな、そう。そんな、うん。まとめでした。でね、もしあのよろしければね、あの思い出の CD とか、私はこれ最初に買ったよっていうのをね、あればね、コメントいただけたら嬉しいので、よろしければ、うん、コメントください。もう本当、とっちらかっちゃってるけど、私のコメントね、今回。あの本当、音を楽しむ音楽で、音楽には、一人一人、やっぱり思い入れのある曲、ない曲、でね、もう千差万別いろいろあると思う。でも誰にでもねきっと思い出の曲っていうのはあると思う。それを聞いたらね、もう昔を懐かしむだったりとか、すごいガッツが出るだとか、いろんなね、うん、作用じゃないね、いろんなね、うん、感情がね湧くと思う。うん、何言ってんだろうね、今日まとまってないね。でもそう、まとまらないぐらい素敵な作品です。でまとめとこう。でた、そう、あの試し読みがねちょっとまともにできるところが見つからなくて、1話の途中までしかあの読めるところ今日見つけられなかったんですけど、まあ一応それはあの概要欄にリンク貼っとくので、うん、よろしければね、まあどんなお話かなっていう、まあ冒頭触りだけでもね、うん、触れていただきたい、そんな作品になってるのでね、よかったら試し読みしてください。はい、というわけで今日のおすすめ漫画紹介終わります。ちょっとね好きが強すぎてね、あの言葉がついていかない、うん、語彙力。うん、母じゃないよ。でさっきも言った通りね、これまだい、あ、言ってないか、うん、まだ一巻しか出てないです。なのでね、よろしければね、試しに買ってみていただくっていうのもいいかなと思います。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。